ふむ、なるほど。ヒーローさんなどの話を聞いて、だいぶ全体像が把握できてきました。やはり今回巻き起こった一連の出来事については、 H さんなどの ES のお偉方ではなく、天城凛音さんを基軸にして考えた方が理解しやすいようです。彼が仕掛け人で黒幕で鳥羽の支配者でした。もちろんこれは彼が諸悪の根源だったという意味ではありません。きちんとルールが敷かれていた ES という小世界において彼は異端児でした。彼だけが独自のルールで動いていた。だからこそ ES という完璧な機械にはあちこちにバグが生じ、さまざまな奇怪な出来事が発生してしまったんでしょう。ごめん、タッツン先輩、もうちょっと噛み砕いてほしいかも。かなり簡略化して語っているつもりですが、そもそも天城凛音さんという人が論理的に解釈しようとするとどんどん外れてくるという厄介な性質の持ち主のようなので難しいんですよね。というのも彼はどうもアイドルではなかったようですから、彼をアイドルだと仮定して解釈しても彼の正体には迫れなかったわけです。どういうことでしょう。彼がアイドル失格の悪い犯罪者だったみたいに批判したいわけではありませんよ。人間の価値を決められるのは神だけです。勝手に他人を失格だの合格だのと判断する資格は俺たちにはありません。ともあれ、アイラさん、あなたにとってアイドルとは何でしょう。え、ヒロ君みたいなこと言わないでよ。アイドルって、うまく言えないけど、愛して愛されるものでしょ。俺にとっての世界の全部、愛の全部。ヒロ君にいつか聞かれるかと思ってたまに考えてたけど、分かりやすく具体的に言えないよ。そんなの考えてると頭ぐちゃぐちゃになって夜眠れなくなる。はい落ち着いてください。学校の試験じゃないんですから、そんな問いに模範解答も点数もありません。けれど ES に集まった人々は大なり小なりアイドルについて前向きな解釈をしているでしょう。それは ES のスタッフやファンも含めてです。己の人生にアイドルという概念を入れ込むことで利益や幸福を得られると思っているわけでしょう。愛の反対は無関心ですし、人間も一種の動物ならば己に利益を与えないものに好んで近づこうとはしません。今は世に娯楽があふれる時代ですから、より好みもできるわけですしね。まあね、話がそれちゃうけど、俺も小学生の頃とかによく言われたもん。なんでアイドルなのかってさ。みんなお外でサッカーとかしてたり、スマホでアプリゲームとかしてたりするのにって。みんながやってるからってそれが正解なのかって不満だったよ。いかにも思春期って感じだけど。だから今年の春に ES が落選してすっごく嬉しかった。君は間違ってないよって初めて誰かに言ってもらえた気がして。昔ネットで仲良しだった友達以外は頭ごなしに、バカじゃないの、なんでアイドルみたいに言うだけでさ。そんな職業じゃずっと食べていくのは無理だから、真面目に勉強していい学校に入ってちゃんとしたところに就職しなさいって。そればっかりで俺もなんか不安になっちゃってさ。なんか普通に勉強してさ、もっと普通の高校とかに進学する予定だったんだけど、ES ができるって聞いて勝手に盛り上がっちゃってね。親の反対とか無視して夢の先学院に入ったんだよ。それが ES に関わるための一番の早道だと思ったから。今でもその件については親にブチブチ言われてる。ダメだったらさっさと諦めて他のきちんとした道に戻りなさいっ
って言われて、家では親の仕事の手伝いとかさせられたり、普通のアイドル関係ない勉強とかさせられたりしてさ、なんか悪いことしてるみたいで嫌だったな。親とかを裏切って悲しませてる気がして、俺実際に才能なくてダメで落ちこぼれになっちゃってたし、親の言うことが正しくてやっぱり俺が間違ってたのかなって、アイドルの仕事とかも頑張ろうと思ってたけどさ、あんまり俺には回ってこなかったし向いてないのかなって。ふむ、普通にそこはタイミングが悪かったんだと思いますよ。走り出したばかりの ES で地盤を固めるために、オエラ方は意図的に己に都合が良いアイドルに仕事を振っていた感じがしますし、 ES ビッグ3などが顕著な例ですが、これからの ES にとって益のある動きをしそうなアイドルを優先していたというか、アイラさんはこう言ってはなんですが、この先どうなるかわからない、実力も定かではない新入りだったわけですしな。今お話を聞いた限りだと、ダメだったらやめて普通の高校に入るみたいなことを多分どこかで言ってしまったのでは。ああ、言ったかも。面接とかで飛び抜けた天才でもないのに、失敗したらすぐ消えちゃいそうな不安定な子をイエスも使いづらいよね。俺にそこまで期待する義理も何もないわけだし。期待はというか評価はされていると思いますよ、ある程度は。だからこそ今こうしてアルカロイドの一員に選ばれたのだと思いますし、ともあれオエラ方はそうして身内と呼ぶべき存在に仕事を回して目立たせて実績を上げさせることで地盤を固めました。同時にリストラを名目に、そんな意向に反するまたは何の益にもならない面々をどんどん解雇していました。例えばリズリンのもうほとんど活動はしていないのに利権だけは貪る大御所などを。ああ、だからリズリンでは大量のリストラが、スタプロやコスプロではおのおの一つずつのユニットだけな上に、いろいろ後押しとかもしてくれたのにね。でもニューディはどうして？あそこも結構大量に解雇されたよね。あそこは普通に経営不振でしょうな。同時にあそこはスタプロやコズプロに比べても、ひどい言い方をすれば使えない子を大量に抱えていましたから、そんな人材を抱えていたままだと遠からず潰れると判断した誰かが、理想論や綺麗事を一旦脇に置いて冷静な対処をしたんでしょう。俺が言うのもなんですが、夢だけではお腹は膨れませんからね。悲しい話ですが必要なことです。俺たちもニューディー所属だったら今頃とっくに解雇されてたかもね。できない子はいらない子って捨てられちゃうのは嫌だな。裏ボンへの後に辞めた方々の経過を見る限り、ニューディーもその後の就職先の斡旋などを精力的に行っているようですから、まあ悪行と断じて批判することでもないですし、事務所としても苦渋の判断だったんでしょうけど、誰かが冷静な判断をしなければグダグダのまま全体が枯死するだけですしな。さっきからタッツン先輩の言い分が怖い。いつも優しいのに今日はどうして？優しい善人だと思ってもらえるのは嬉しいですが、俺はかつて革命児などと呼ばれて暴れ回っていた人間ですよ。行き先はきっと地獄ですけれど、せめて罪なき人々をそれに巻き込まぬようにできる限りの努力をしています。それで罪が許されるとも思いませんが、せめてこの身が発するまでは。